これ白馬で白馬町なんだ。ベッド白馬3km 道なりです。急行ってなってる。大丈夫だって今の俺にはドクペがある、ドクペがある。なんかさっきの道すごく良さそうな感じにも見えたけど、俺には今毒ペがある、毒ペがある。ついでに安いガソスタに入りたい、入りたい。体はあんまりないかな。でも体は60キロで、まあ多分まだ100キロ以上は走りますんで、メーター的にはね。体はあまりって言えばだいぶ安くなるでしょう。この辺りはそもそもセルフのスタンドもかなりまだない感じでしたからね。中野都庁、本公園トリア、もうセミも泣いてりゃ。しっしゃ。およそ400メートル先、新庄右方向です。あ、確かに案内出てきたな。本当里山街道、これがいいのかな。まあ一回乗ってみるか。右方向です。案内も出てきたし、そんなにライトのところに行くからちょっと乗ると3キロに行くと意外とな、まあ、はいはい、これをまだまっすぐ行くんですね。能登登山、里山街道。歩き、歩き。瀬戸交差点、へえ。こっち側には書いてないんだ。山あいで瀬戸ってのも珍しいか。あ、それもないな。瀬戸市もそうだったわ。6km 道なりです。はい、道なり。こんな道なりですな。
期限ちょっとあった。すごいな、これ何。この辺みたいな感じなのかな、はい、ドライブインって感じじゃなかったもんな、パッと見の感じ。へえ、うわ、鉄の塊がいっぱいだ。近畿鉄、すげえ。まだまだ、いきなり。まだ 2.5 キロあるぞ。おっと、大丈夫かな。なんかパウズのアルファードが来てるね。ちょっと動いたからきついね。おお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 おけど、チップ飲まなくて、およそ600メートル左方向です。外里山街道です。とはいえ、全然あれですね。道自体は快適な道ではあるので、ね、ちょっとやばくない。左方向です。外里山街道です。おお、およそ500メートル先合流します。結構先なんだな。乗車専用道でやっぱ無料なんだ。なるほどね。オッケー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 。